長臨時記者会見を受けていただきます。はじめに市長から資料に基づいてご説明申し上げますが、質問等につきましては、すべての説明が終了後に一括してお受けいたしますので、ご協力をお願いいたします。それでは市長、よろしくお願いいたします。はい、大変ご苦労様でございます。急な会見でございましたけれども、そのようにお集まりいただきまして、感謝申し上げたいというふうに思います。米市の新型コロナウイルス感染拡大警戒、各国アラート宣言についてご説明をさせていただきたいと思います。本市では、12月に入りまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いておりまして、12月だけで感染者66人、いわゆるクラスター感染者集団でございますけれども、3件発生、これは12月20日現在だけでございます。小中学校等も、休みとなる年末年始を迎えるにあたり、市民の皆様には引き続き感染拡大防止の取り組みと年末年始の行動について慎重にご判断いただく必要があると考えております。感染拡大を食い止めるには、市民並びに事業者の皆様お一人お一人の市民意識の向上と徹底した取り組みが必要であります。かけがえのない大切な人、ふるさとを守るためにも、自分自身が今できる最大限の感染対策を市民の皆様方にはお願いをしながら、感染対策をしっかりと行いながら、試し一丸となって取り組み、新規感染者がゼロになることを目指して、そこに警戒宣言をするものであります。一つ、自分自身でできることをしっかりとしましょう。一つ、お正月明けまで外出を控え、家族団らんで過ごしましょう。一つ、新規感染者ゼロが続くよう、市民一丸となって取り組みましょう。以上、新型コロナウイルス感染拡大に伴う本市の警戒宣言として3つの取り組みについて宣言するものであります。以上でございます。市長からの説明が終わりましたので、これより質疑応答に入ります。質問となる方は少しお願いしたいと思います。毎日新聞の滝沢と申します。よろしくお願いします。すいません、今、宣言を読み上げていただきましたが、これ具体的に、具体的な自粛要請など、今、今日、県知事と仙台市長が、共同で会見を出されましたが、あのような、例えば飲食店などを対象にした、時短営業要請、営業自粛要請など、あるいは、不要不急の、県外、市外をまたぐ移動などの自粛の要請などはされる考えはありますでしょうか。ご質問いただきました。宮城県並びに仙台市が国分町等の店を対象とした自粛要請というふうにお聞きしてございますけれども、本市におきましてはそういった自粛要請については行わない予定としてございます。あくまでも改めてこの市民一人一人が徹底した感染対策を取り組んでいただくような、そういったことがですね、感染拡大を防ぐ最も効果的な取り組みだというふうに判断してございまして、そうした呼びかけをして、この市民一体となって取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。先ほどこちらのチラシ配布されましたけれども、こちらをどのようにして使われるのかをお伺いいたします。さらに市として、例えば例年ですと忘年会ですとか開かれるのかなと思うんですが、そういったことも含めて、感染対策をどのように取られているのかをお伺いいたします。ご存知のように7月に登米市では1人感染された方が出ましたけれども、それ以降ずっと12月の初旬まで感染の方はいらっしゃいませんでした。しかし12月4日から感染の方が出始めまして、先ほど申し上げましたように60数名の方が感染されたと。そしてまた今言ったようにクラスターということが3カ所で起きておりまして、非常に私も非常に危機的な状況であると私自身も感じております。そうした中でやはりその市民が心を一つにして、この南極にこの特別の感染拡大に当たっていかなければいけない、そういう思いを私自身は非常に強く持っております。やはり市民お一人お一人がそうした意識をしっかりと持っていただいて、もちろん我々は当然ですけれども、そうした形で市民のお一人お一人がこの飛び市を守るために、感染から守るために一緒になってそうした行動を一つにしていこう、そうした思いを皆様方に横手したつもりでございます。
ですからまあ基本的にはなかなかその市役所に限って言えば、あの大人数のプロジェクトを皆様方にこうした形であのお知らせをしておりますので、あの大人数で その会食とか、あのもちろん忘年会とかそうしたものはあの基本的にはしていない。まあ、2、3人でやる、あるいは4、5人でやる分にはそれはあのよろしいかと思いますけれども、それをやる場合でもしっかりとした感染対策を取ってやっていただきたいというふうに思っております。まあ、1枚もののこのリーフレットのチラシの発行につきましては、すでにマイコ配布で取り組みをしているというようなところでございます。まあ、あのこれまでも何度かあの私自身も呼びかけたり、あるいはそのいろんな防災の宣伝もいろんな形で連日に呼びかけておりますけれども、どうしてもなかなかあの生活ことで少し徹底していない面がもしかすると我々の反省点としてありますので、今回のこのチラシも少しインパクトのあるものですよということで、あのこういうあのカラー釣りのものにさせていただいた経緯がございます。市長、5月にですね、あの発熱外来を、まあ、県内で先駆けて、県内の自治体で先駆けて、まあ、開設したということと、あと先日成人式の1年延期というのを、まあ、決めになられて、非常に まあ、ある意味市長としてリーダーシップある、まあ、行動だとは思うんですけれども、それに関連してなんですが、発熱外来の前にまずあの豊里病院ですね、今あの臨時で閉めておりますけれども、その見通しについてまずお伺いしたいんですけれども、はい、幹部会議を開きまして、これまでの状況を加えまして、今後につきましての総合的な判断をするということで、幹部会議を開く予定となってございます。豊里病院、正月のテキスト前とあのなんか変わったということをお聞きしましたけれども、年内に再開はできるとし考えてよろしいでしょうか。はい、その点につきましても、外来の再開時期であるとか、あと救急新入院の受け入れの今後のことにつきまして、話し合うと協議をするという予定になってございます。あともう一点、医療のことなんですけれども、発熱外来、今、開設しておると思うんですけれど、現状で、例えば発熱患者さんが多くてですね、逼迫しているような状況なのか、その辺の状況を教えていただきたいんですけど。発熱外来は、発熱のある方々で発熱外来診察室に事前にご連絡をいただいた方々に対しましては、診察室の方で十分に対応できているものというふうに考えております。すみません、ちょっと聞き忘れました。豊里病院に60数名の入院患者さんいらっしゃったということですけれども、今現在例えば入院患者さんについて、例えば感染者が出るとかそういったような状況ではないというふうに捉えてよろしいでしょうか。はい、12月18日に豊里病院の職員1名の陽性者が発生した後につきましては、病院関係者から現時点で陽性者は発生していない状況でございます。成人式1年延期ということなんですが、それに対して例えば新成人の方々、あるいは保護者の方々、あるいは例えば事業者、振り袖であるとか、写真館であるとか、そういった方々からの何らかの反応というのは、反響というのは何かあったでしょうか。はい、おおむねですね、延期には賛成の方々が多かったです。ただお一人だけですね、どうしてもやってほしかったということが電話で一本ございました。振り袖の関係の、業者さん、1名がなぜそのやらないのかという電話1本ございました。その他は、写真屋さん等からはございませんでした。忘年会と、まあ、誰か自粛するということになります。
ますと、飲食店に非常に大きな影響があるかと思います。先ほどもあの質問にありましたけれども、まあ、国務庁の方では接待を伴う飲食店の実態要請をしたということですけれども、まあ、試しについてはそれについてはあの、まあ、やらないということですが、例えばそういった形であのこれだけクラスターが発生するといろんな風評の被害で、お店に足が向かなくなるということに対しての何らか の, その経済的支援等は今後考えてはいらっしゃるでしょうか。この飲食店のような方々、あるいはそれに関連する事業主の皆様方には国 の, 支 援, あの支援があったり、あとそれの国の支援にちょっと足りないところは市の方としても単独で支援をしてまいりましたけれども、今回はなお一層厳しい状況になってきている、私自身もそういうふうに思っております。ですからあのそうした形で今あのそうした方々にあの今一度その支援をあの検討したい、まあ、そういうふうに思っておるところでもございます。こういったあの飲食店を含めた今まさに困っていらっしゃるという皆様に対して、ぜひ支援してまいりたいというふうなことで現在あの検討をしてございまして、本市ではあの通年議会でございますけれども1月19日にあの、一番最初のですねあの議会を開催いただきますので、その際にあのそういった補正対応をできないかというふうなことで現在整理しております。召集議会が1月15日、まあ、それに向けてですね今、まあ、整理中だというふうなことでございます。教育長にお伺いいたします。今回クラスターが発生した1件の中には小学生や幼稚園が種類が提供される飲食店に入っていたということのようですけれども、それについて何らかの対応をご検討であれば教えていただけますでしょうか。常日頃あのこのパンフレットにあるような、ね、基本が大事ということで話してきたんですけれども、コロナ手洗いないとかですね、マスクの着用、3密を避けるとかですね、やってきたんですけども、家族でですね、行くということはですね、まあ、食事会ということで、大人はアルコール入ったと思うんですけども、子供は食事ということで、行ったものですから、そこまで親が注意しないかったということもあると思います。今はですね、極力ですね、あのそういう場面を使わないようにですね、あの学校にも指導しているし、あの PTA の方にも呼びかけているというような状況でございます。今日臨時記者会見を終了します。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。